どうもお久しぶりです高橋ですこれねエクスプライドはいえー、っとねこれ22エクスプライドなんですねちょっと読みますか見づらい見える見たい人は止めて読んでいろいろ書いてあるからねはいこれね22エクスプライドあの自分は結構あの うんと基本的にカリスマスティックを8割使ってて、残りの2割をエクスプライドみたいな、まあ、そんな感じなんですね、自分の釣りが。で、まあ、リールとか何十個も持ってて、で、竿も,、まあ、もう50本ぐらいあって、で、全部のリール、全部のロッドの良さとか、まあそういうのを自分が理解してるわけじゃないんだけど、まあ基本カリスマスティック、うん。 あえて、あの、遊びの差を、魚を取るっていうか、自分の釣りですよね。自分の釣りが良くなるような、そ、うん、の、短い差でガツンっていうことなんだけど、エクスプライドはやっぱりね、22、えー、もうこれ5年ぶりか。うん、5年ぶりに、第三世代って言われるね。エクスプライドが、えー、2017年に、第二世代出て、これ第三世代の、本物の差を、うん、ちょっと見ていこう。リールも買いましたよ。 こうなってますね2ピースロット番手がですねあの一番汎用性の高い、まあ、バーサタイルこちらですねはい見えますか1610の M6 点の M ですね、うん、でこれがねまあ一番バーサタイルっていうか、うん、一番いいんじゃないかな、まあ、扱いやすいというかちょっとごめんね見づらい、はい。止めてみて いろいろ書いてあるから。ね。ここがいいよ。フィールドのシチュエーションを問わずにアングラーの直感によりルアーチューイスを受け入れるっていう。でも、この一本あれば本当にこと足りてて。まあ、いろいろ揃えちゃうんですけどね。んで、今回の X プライドっていうのは、見て、もうここがこういう風になってる。この、なんていうの。今までこんなんじゃなかったよね。なんていうの。や消しみたいな感じになってて、もう本当に、常に進化してる。 これねエクスプロイトで22はねここの部分が変わってるこれこういうふうな形のちょっと高級志向になったでこれによってね結構竿も軽くなってあのすごく持ちやすいここが細くて太くなるみたいなこんな感じですねうんえっ、ー、とここで大きな失敗をしましたえー、返品しようかなと思ってます今 たった今買い落なんですけれども、私、スプリングリールを買って、スプリングの竿を買ったつもりだったんですが、Amazon さん、これ僕、ちょっと履歴見るか。え、ちょっと待って。昔いた。おい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 。これ、ベイトリールやないか、これ。えベイトだよねこれ、スプリングなのえ、ここ、こうなってるのって、ベイトじゃねえの まあいいや、じゃあベイトもあるから、騙された、ボタン押し間違えた、まあ、ベイトもあるから、も、ま、う、あ、こっち ?DC-100 の H けるか。えー、ショック。俺ね、このスピニングリールを買ったつもりだったんだけど、X プライドの。間違えてんじゃん。俺が間違えた可能性高いな。ボケてるからな、結構。まあいいや。で、まあ、この X センス。 まあ、エクスプライドのサーモン後でちょっと見ますけど、これね、X。エクスセンスも、これ、新しくなって22、22エクスセンス C3000MHG。本当に素晴らしいですよ。うん。軽。で、これブラックボディなんだけど、なんかパッと見ね、なんか安物のリールと思うけど、結構高い金額、いい値段しますね、これねえ。エクスセンスの C3000MHG。で、僕は、 シーバス釣りもたまにやるんですよねで海釣りも、まあ、そんなにしょっちゅう行かないですけどたまにね行くんでその時にあのやっぱ海水対応っていうことでもうシーバスロッドじゃないブラックバス釣りもエクスセンスでずっとやっててエクスセンスが一番僕お気に入りですね、うんまあ、ステラもあるけどステラよりもなんかエクスセンスの気に入ってるなんか自分の手に合うんだよね、うん、で今回もエクスセンス、えー、ニューバージョン えー、C3000 の MHD つけましたね。これもまた、おいおい使っていこうと思います。うん。まあ、明日行きますが釣りにね。で、まあ、僕らの世代って、えっと、左巻きリール売ってなかったんだね、僕小学生の頃。右巻きリールしかほぼなくて、右巻きの癖がついちゃって、今更、左巻きに変えるのはちょっともう嫌なんで、僕は必ず右巻きにね、変えます。で、これはね、ここで調整できて、 右巻きでも左巻きでもどちらでも使えるようになるのでね。でちょっとこれ変えるか。後ろのね、この丸い金具を簡単にこう取ると取れるんでね。で、こっちの右手の方にこれをつけたいんですよ。僕はもうほんと右巻きでないとダメですね。左巻き、あのね、できんことないけどなんか気持ち悪い。もう右で巻く癖がねついてます。で、これでグーッとスピニングリールっていうのは。 でキュッてこう固まるまで締め込めば外れないですからねこうやってギュッギュッと。であのスピニングリールあの、まあ、ステラも買っちゃいますけども腹立ってきたんであのもうちょっとムカついてきてるんだよね最近釣,れあの釣ってるんだけどちょっと自分の釣りに迷いが出ててあのいろんな釣りやってるんですね今。ガチで釣取りに行くのかレジャーでやるのかってところで、まあ、そこで葛藤してる中で自分の釣りが。 うん。まだ、まだ完成してないってところで。まあ、ステラも22ステラも絶対必要だってことで買いますもんね。無事入れてるんで。で、えー、エクスセンスが多分メインで使う、あの、リールになると思うんですけど。うん。滑らかさではステラに及ばないですね。第一印象。なんだけど、マジでエクスセンスいいから。で、ダイワのリールも僕もいろんなリール使ってきたけどね。イグジストであったりさ。 ねルビアスをずっと使ってて。で、モアザンもなんか買っちゃったりしてね。だけど結局なんかシマノの方が僕は個人的になんか趣味に合うっていうか、なんか手にしっくりくるって感じがするね。うん。ここの、ここの部分もこう細い方がなんか自分は好きだね。ダイワの場合ここはちょっと太いんだよね。このベ,ベーベルがね。これはいいね。これがちょっと俺スピニング曲これベイトでしょこれついてるから。 マジで俺スピニング買ったとちょっと履歴見るわ、アマゾンで頼んだから。履歴間違えてたらちょっと大音だよね。えぇ、ー、ベイト買っちゃった。おかしい。うーん、まあ、まあいいや。こんな感じになりますね。まあこれでも使えんことないけど、ここスピニングだとこうなるから、無理だね。ここ、じゃ干渉しちゃうね、ここがね。ベイト、こういう、出っ張りがついてるのがベイトで、こういうふうに、こういうふうに持つんだよね、ベイトは。 でもマジで俺はエクスプライドが好きかな、うん。なんかゾリアスもね、3本ぐらい買って使ったことあるんだけど、なんか肌にしっくりこなくて、エクスプライドを使うたびに、ああ、エクスプライドいいやっていう感じ、うん。だからワールドシャワーロンよりもいいなんか、エクスプライドの方が好きかな、うん。まあメインはカリスマスディック。あの、レジャーフィッシングで使ってるね、短い折れた竿でやるんだけど、なんで折れた竿あのね、 折れた竿を使って、あの、どうのこうのってコメントこないだもいただいたんだけど、その、あの短い竿でやるとね、遊べるんだよね。うん。もちろん魚を捕獲する能力は低いんだけど、あの、本当にバイトがあった時にガーンって手で引っ張れるようなね、格闘してる気分が味わえるから、あの竿が好きで。ただこういうね、本物の竿。うん。エクスプライドも結構僕は好きですね。ちょっとベイト買っちゃっても、これ、ね、レビューにならないじゃん。レビューに。 ねもうエクスセンスは、もう、本当にね、僕、本当にエクスセンスのスピニングばっか使ってるけど、本当にいい。うん。ステラを超えてるって言いい言いたいね。まあもちろんステラの方が多分素晴らしいんだろうけど、なんかエクスセンスを使っちゃうっていうところあるよね。だからこれは絶対必要ですね、僕にとって。うん。エクスセンス BB っていうのもあるね。これは普通にエクスセンス C3000 の MHG22。最新バージョン。 うん。いいね。こ,このギアの音もいいんだよ。これこれこれ。撮ってみるとこんな感じね。うん。う本当に、なんだろう、シンプルで、もめちゃくちゃ軽いね、うん。もう本当にこれ以上の軽さはないってくらい軽くて、使いやすいですねで。こんな感じで。ギアの音。 ベイトリールでもこういうのギリギリって、ね、あるといいよね音いいねドラグ力このドラグが命だからねエクセンスは本当にね故障しなくて何年も使える丁寧にね使えば結構持つんでうんいいなでこれもすごくいいリールですよ 買ったコンクエストね。これ 100HG の DC。この100のサイズ感がいいんだよね。まあちょっと島のエクスプライドとこれ合わせるか。スピニングのサウカンだと思ってる。ベイトーのサウが届いちゃって。ちょっと納得できないな。<laughs> まあいいや。これ一個余ってるからこれつけます。で結構自分はねあの太めのラインマグかな。 14ポンドの FC スナイパー巻きましょうか。300メートルね。まあ、14ポンドぐらいがおれば一番いいかな。14か 16? うん。なんでかっていうと結構、あの、パワーフィニス。今の自分の釣りが。うん。なら、なんていうのかな。こうやってて、魚かかった時に、もうブク抜くっていう釣り。それがもうずっと自分のスタイルなんで、コラインが切れないかなとかさ。 ふぅーって4ポンドでやったか6、6ポンドでやって、あラインが、でかいからラインが切れるとかいうのが一番嫌で、で、実際切れるじゃないですか。でかいの取った時に。自分の釣りやってたら。ね、自分の釣りやったらでかいの取ることあるんで。で、そのでかいの来た時に切っちゃって、そのブラックバスの口にね、そのラインがついて、ルアーがついて向こう行っちゃうっていうのがすごく嫌で。あの、これは僕は中学生の頃、あの,の、とんでもないでかいバスをね、かけて。 ただ、金がなかったもんだから、ボロいラインとボロいリール使ってて、あの、バイトして、ね、格闘してる時にラインが切れちゃったよね。うわバラしたっつって、めちゃめちゃでかいね、池の主みたいなバスだったんだけど。で、バラして、まあ俺中学生だったからすごいショックで、ね、しかもサイズがすごいでかかった。めちゃくちゃ多分その池の主だな。主クラスだったんだけど。で、それが俺そこで塞ぎ込んで1時間ぐらいボケー,ーとライン切れちゃった、つって。ね、もう釣りできねえやなんてこう言ったら、 その切られた、えー、口に今でも忘れもしないシルバーのねキラキラ光るクランクベートあのあのどっかのおばあちゃんが,が売ってるとこで買った500円のねなんかシルバーのねクランクベートを口につけてでラインがついた状態でふわーっとそのねその池の主が目の前に泳いできたであーって感じだったっけだから俺は基本的にはその基本はもう12ポンド以下のはない使わないですね これで蝶花が落ちるかもしれないです。うん、実際ね。今のバスって頭いいから。でも蝶花落としてでも、うーん、12ポンド以下はちょっと使いたくないなっていう。っていうのがまあ自分の釣りのスタイル。パワーフィネスだよね。だから魚が買ったらもう切れるとか。まあ14ポンドだとほぼほぼ切れないんでね。特に FC スナイパーでやった場合。まあぶっくん抜いちゃう。ドーンってね。これ、これだったね。なんで僕は14ポンドを使うんですよね。 はい、とりあえず巻いてみました。こんな感じ、えー。14ポンド巻いて。で、ちょっと今ね、あの、パソコン見に行ったら、えー、間違えて自分でご発注してました。<laughs> 自分でなぜか、えっ、ー、ク X プライド22、22X プライドのスピニングの1610を買ったつもりが、えー、スピニングを買ったと思い込んでたんですけど、なぜかベイトリールを注文していたという、えー、完全にボケてますね。うん。でも逆転の発想で、 この眠っていた DC の100の HG が使えることになったと。DC ブレーキ最強ですよね。うん、自分の釣りに合ってるね。あと、ちょっと間違いがあったんで、もう訂正しますけども、えー、このエクスセンスですね。22と言いまして、21。21年バージョンのエクスセンスですね。えー、21エクスセンス C3000 の MHG と。このブラックガンメダ、うん。これもね、ちょっとロッドに合わせて、えー、使っていこうかなと思います。ここに書いてるね。 アイテム名ね。21です。の、エクセンス。よし。ということで、えー、まあちょっと今、あの、下行ったら、22ステラも届いてたんで、またちょっとその、レビューとか、あの、自分の釣りですよね。もう一回見つめ直すつもりで、また今、ゼロから、えー、釣りをして、もう、人の釣りとは別に違っていいっていうか、 あの、トナメンターじゃないですから、自分はね。まあ、あ超過っていうのはすごく求めますけど、正直。うん。ただ、戦ってる相手が自分だっていうところが、まあ、あそれが自分の釣りなんで。自分の釣りを、えー、第三者、いろんな人の意見いろいろあるんですけど、自分の釣りっていうものを見つめ直してやっていくっていうのが、まあ、あ自分に合ってるんじゃないかなっていう。これはいいね。軽い。 うん、エクスプライドめっちゃ軽くていいよ。うん、まあ僕はエクスプライド一択ですね。もう一個上なんかバンタムっていうのをね、買おうかなと思ったけどね。バンタムちょっと高いからね。このサが2万1000円ぐらいで、で、最強の、もう本当にエクスプライドっていう感じがするんで。これは超おすすめです。はい。ということで、えー、実調レビューとかね、この、なんだ。 DC の 100HG と X プライド使い心地どうだとか、またそこら辺も自分なりにちょっとね、レビューとかもやりながらで。で、X センスの C3000、新しいの買ったんで、これも使いながらの、またステラも開封しながら、レビューしながら使い心地とか、皆さんのためになる情報をね、出していければいいかなと思います。で、もう本当に、あの、釣り初心者の人で、あの、釣り、あの、リール、 釣竿とリール揃えるってところだと、この2万円台の価格帯のこのエクスプライドとこのエクスセンス、うん。これはちょっと高いけどね。うん、これいくらちょ,ちょっと高いんだけど。で、このエグを揃えておけば、もうほんと一生もんって言ったら語弊があるけど、まあ当分釣りができるって、うん、ストレスがない。ノンストレスでいい釣りができるんじゃないかっていうね。僕がおすすめするのはエクスプライドとエクスセンスのこのコンビでバズ釣りもできるし、海釣りもできるし、 いろいろできるというね、ところで。またちょっと実調レビューね、やっていきます。最近毎日釣りってるんでね。毎日のように釣りってるんで。まあちょっとまた、でかいの撮れたら、あの、また動画撮ったりしようかなと思います。それでは。